アーロン・マー・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家及び冒険者。ニューヨーク州の民主共和党設立の主要メンバー、及びジョージ・クリントン知事の支援者であり、トーマス・ジェファーソン大統領下の第三大副大統領としてよりも、アレクサンダー・ハミルトンとの決闘及び反逆罪での裁判と罪の免除に関して有名である。1799年、バンク・オブ・マンハッタンを設立した。 ニュージャージー植民地ニューアークで、ニュージャージー大学の第二大学長アーロン・バーシニアの息子として生まれた。母親のエスター・エドワーズは、有名なカルビン主義の進学者、ジョナサン・エドワーズの娘であった。はじめ進学を学んだが2年後に、それを諦め、コネチカット州リッチフィールドで、彼の義理の兄弟タッピングリーブの手引きで法律を学び始めた。彼の弁学は、 アメリカ独立戦争のために中断された。戦争の間彼は、ベネディクト・アーノルド、ジョージ・ワシントン及びイスラエル・パットナムの下で働いた。アメリカ独立戦争チューバーは、ベネディクト・アーノルドの1775年のカナダ、遠征軍に加わった。そして、ケイベックの戦いの前に彼は、カトリックの司祭に変装して、リチャード・モントゴメリー将軍に、アーノルドの到着を知らせるため、 イギリス軍下の120マイルの危険な旅行をした。バーは、ケベックから退却する際戦死したモントゴメリーを運んだとされる。バーの勇気ある行動は、ワシントンのスタッフへの採用につながった。しかしながらワシントンはバーを信頼したわけではなかった。一方で、パットナムはバーをかばい、ロングアイランドからの退却でバーは、警戒行動によって敵による捕獲から全員旅団を救った。 1777年7月に、バーは中佐に昇進し連隊の指揮を引き受け、冬のバレーフォー事では、ガルフと呼ばれた宿営地に通じる道で攻撃されるとすれば、必ず最初のポイントとなるところの防御についた。1778年6月28日のモンバスの戦いでは、スターリング教師団下のマルコム旅団を指揮した。 彼らはイギリス軍の砲撃によって10分の1に激減し、バーは熱中症に苦しんだ。彼はその病から回復することはできなかった。1779年1月に、バーはウェストチェスター軍のライン、キングスブリッジのイギリス軍と約15マイル北に位置するアメリカ軍との間の地域の指揮を割り当てられた。この地域では、 多くの混乱とホイック及びトーリーの両陣営による不法行為、両軍の指揮を離れた兵士による略奪行為が行われていた。バーは完全な巡回システムと厳格に強化した戒厳令を敷き、素早く統制を回復した。彼は病気が原因で1779年3月に軍を退役し、再び法律を学び始めた。 彼は1782年にオールバニーで放送会入りし、翌年イギリス軍の撤退後にニューヨークで弁護士業を始めた。1782年にセオドシアバート・プレボストと結婚した。彼らは二人の娘を設けた。下の娘サラは3歳で死亡し、1783年に生まれた上の娘セオドシアはその美貌と業績で広く知られるようになった。 彼女は1801年にサウスカロライナのジョーゼフ・アルストンと結婚したが、1812年末、もしくは1813年の初めにカロライナでのナンパで死亡した。アーロン・バーと最初の妻は彼女が癌で死亡するまで12年間の結婚生活を営んだ。1833年に、バーはスティーブン・ジュメルの家父イライザ・ボーエン・ジュメルと再婚した。イライザは 彼女の財産が夫の土地登記で減少していることを悟り、彼らは4ヶ月後に別居した。彼らの結婚1周年記念の月に彼女は離婚を訴え、それはバーの死去した1836年9月14日に認められた。バーのニューヨーク放送会におけるライバルはアレクサンダー・ハミルトンであった。バーは1784年から1785年まで、 ニューヨーク州議会議員を務めた。1789年、初代ニューヨーク州知事であるジョージ・クリントンにより、州の司法長官に任命された。1791年に革命要求委員会の委員であった。さらに1791年の上院議員選では、ハミルトンのギフ・フィリップス・カイラーを破り、1797年まで連邦上院議員を務めた。この頃に、 全国的な政党が結成され、バーは1792年に成立した民主共和党へ入党した。ニューヨーク州の政界における重要人物となり、ハミルトンよりも影響力を持つようになった。それはたまに異教会の後ろ盾によるものであり、バーはたまに異教会を社交クラブから政治組織に変化させた。百九十二年の大統領選挙の選挙人投票では、 サウスカロライナ州の一票がアーロンバーに投じられた。さらに、1796年の大統領選挙では民主共和党の大統領候補となったトマス・ジェファーソンから副大統領候補に指名され、選挙人投票で30票を得たが落選した。彼は上院に再選されず、その代わり1798年から1801年までニューヨーク州議会議員を務めた。 当時の奇妙な出来事の一つとして、フランス革命の間に外交官のタレーランが恐怖政治から逃れバーのニューヨークの自宅に身を寄せた。後年バーが反逆裁判の後、アメリカを出国したが、タレーランはバーのフランス入国を拒絶した。バーは1804年の大統領選挙で、ジェファーソンの副大統領候補として指名されない見通しとなり、代わりに、 ニューヨーク州知事選に出馬した。バーは無所属候補として出馬したが、知名度の低い民主共和党の候補モルガン・ルイスに大差で敗れた。アレクサンダー・ハミルトンは1792年の大統領選挙でのバーの副大統領候補選出への希望に反対し、1798年にはバーが順庄に任命されるのを防ぐためにワシントンを通じて影響を及ぼした。 旧敵のハミルトンは、知事選の際にはバーへの侮辱的な演説を行った。二人は、放送会において、長年のライバルであった。バーは、決闘を申し込むことで答えた。1804年7月11日に、バーとハミルトンは、ニュージャージー州違法権で決闘を行い、下京部に銃弾を受けたハミルトンは翌日死亡した。バーは、その後二つの州において、 殺人罪で告発されたが、両管轄において審判されることはなかった。彼は、サウスカロライナ州に逃亡し、その後アシントン DC に戻り、副大統領としての任期を、まっとうした。1833年に、スキャンダラスな過去を持つニューヨークの裕福な家父、イライザ・ウィージュメルと再婚したが、バーが、土地投記で、彼女の財産を失ったことが原因で、すぐに別居した。 バーは1836年にニューヨーク州スタテン島のポートリッチモンドで死去した。伝えられるところによれば高年バーは以前のスキャンダルに関係していなかったアーロン・エドワーズの名を名乗っていたとされる。ありがとうございます。